縄文時代の最後に紹介するのは、福島県新地町にある三眼寺貝塚です。左側は単体の屈装で、縄文時代の最も一般的な埋葬法の一つになります。その隣で発見されたのが再藻墓ですが、この場合は10人分の頭骨を楕円形に並べ、その中に体の骨が積み上げられていました。三眼寺の墓域は発掘でわかっている範囲で10メートルほどに広がっています。 この展示では再現できませんでしたが、実はこの再送部の前方に2体、右側に1体、そして手前にも1体の墓があり、全体として再送部を中心にまるで時計の針のような配置がなされていました。三岸寺の縄文人たちは、死者の墓域を何らかの意図を持ってデザインしたのでしょうか。真相はわかりませんが、 縄文人たちが私たち現代人には押し量りにくい姿勢観を持っていたことだけは確かですここではこれ以上の説明は控えますが縄文時代の姿勢観に関心がある方は祖先祭祀というキーワードで調べてみることをお勧めします博物館 YouTube チャンネルにアップした動画でも関連の話題がありますのでチェックしてみてください さてここでもう一つの注目ポイントがあってそれは左奥なのですが単体埋葬された男性の脇に葬られていたのは犬です残念ながらこの犬の骨で現存しているのは下顎だけだったのでそれを福島県立博物館からお借りし残りは当時の写真で代用していますが縄文の墓ではこのように人に混じって犬が頻繁に埋葬されましたこの後の弥生時代になると犬は食べられてしまうようになるので ここでも時代や社会による人の感覚の変化というものを感じます。